皆様こんにちは。こんにちは。マックスブライです。お願いします。お願いします。ナルトです。お願いします。はい。あと大島くんです。大島です。お願いします。急なのですけれども、はい、3月3日木曜日、うん、夜8時からかな。8時からです。ニコ生がございます。急、めっちゃ急。大島くん告知を。よろしくお願いします。まずですね、20時からボイスゲーム祭りでご紹介したあのレイヤクさんの音ゲーの新作ボイスのニコ生をやります。まだこれ配信されてない、ね、ないです。配信前ですが、クローズドベータが始まりました。なので当選した方、ゲーム祭り経由で当選した方とか、 あと公式のツイッターで募集していたフォロワーに当選しますっていうあれに当選した方はもう今プレイされてると思います。ただほとんどの人がまだできません。そんなボイスの紹介をしますが、はい、会員限定の放送になります。おー、ニコニコのマックス無ライブの。そうです。あ、そうですね、ニコニコのチラ見せはありますけれども、無料放送部分もありますけれども、大半が多分会員限定の放送なのかな。はい、はい、なのでぜひご覧ください。ご覧ください。そしてこの機会にですね、マックス無ライブ、会員じゃない方ぜひとも、会員にならないでください。お願いします。お待ちしております。お願いします。そしてどんなゲームかっていうのをちょっと紹介。そうですね、うん、実際プレイを見ていただくとすぐに分かると思うんですけども、基本的には音ゲー、はい、音ゲーです。で、私の所感で話すと、ディーモよりも少し難しい。私ディーモの方が難しい。おあの人により様々。そういうことですね、そういうことですね。得意な人、苦手な人いると思います。で、なんか音楽はあの軽快な音楽が多いです。はい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 。あのディーモゲーム系の音楽とかね、はい、あ、そうですそうですそうです。まさにそういうのが多いので、なんかやってると楽しい気分になってくるような気がします。うん、で、マミルトンさんには今日1曲。はい、デモプレイ。やりたい。どうぞ。お願いします。絵も綺麗。あ、雨が。このスズメ。いるね、スズメ。こんなのいなかったんですよ、前は。開発環境の時は。で、スズメがいるっていうことはですね、これ多分ね、成長するんですよ。あー、なるほど。鳥が。プレイしていくと。いつフェニックスのように、いつかフェニックスになったら。そういうこと。わかんないわかんないわかんない。レベルが上がるとみたいな。一定もうかなりなんかもぐもぐしちゃった感じありますよね。初めからでもこのぐらい太ってましたよ。パンパンやな。多分ディーモだと木を成長させたじゃないですか。多分ね、この子歌を聞いて成長する。本当予想です。あ、予想ね。そんな予想です。なるほど。やってみましょう。じゃあ1曲ぐらいいきましょう。曲も増えたんですよ。増えたんだ。あ、増えたというか変わりました。これあ、なかったです。なかった。他はもうこの一瞬でこの曲好き。早い、この曲早い、ね、超いい。完全にこれちょっと待って、マミルトンさんイメージじゃないですか。おー、似てる似てる。主人公もそうだし、あのウサギも。え、そんな。あとあの文字のこの雰囲気とかもなんかすごいマミルトンっぽい。偶然だけど私はすごい好き。別の曲聴いてみます。そうですね、このプレビューだけ、うん、Keep You Safe。あー、これもなかったね。なかったですね。イラストもテイストがでも全部違うんですね。うん、かっこいい。あ、これもあった。これあった、あった、ありましたね、うん、これはなかった。なかったです。猫、かっこいい。かっこいい。まあまりがっつり見せすぎてもね。あ、まあ、今回特殊動画だから。6、鍵かかってる。そうですね、うん、これやりたい。はい、どうぞ、行きましょう。では早速行きましょうか、はい、お願いします。行きます。スペシャル。カーネーション。カーネーション。カーネーション。花だ。スズメだらけ。みんなスズメ。みんなスズメ。てか、そこ高え。スペシャル、スピーダー私6で行きます、はい、はい、お願いします。いやー、アップバンクゲーム祭り2以来ですな、うん、そうですね、うん、いや相変わらずおしゃれだな。綺麗。曲めっちゃいい。曲めっちゃいい。いつ来るんだ。来た来た。ちょっと訪れてる。マミトさん、本当音ゲー上手くなりましたね。成長した。ね、成長感じ。綺麗な曲だな。綺麗ですね。あ、
今ちょっと左指をミスりましたね、うん、大丈夫です、誰も攻めてませんよ。あの白いのは何だっけ、青い矢印はこうフリックじゃないですか、ええ、連打しても OK やし単発で押しても OK みたい。あ、割とじゃあ自由度の高いやつなんだ、あの白は。押しっぱなしでいいやつです、うん、おあ、綺麗だね。映像の演出が本当にすごいね、このボイスは。すごいですね、色が。これだけのいろんな色をさ、これだけ綺麗に見せるとかなかなかね。確かに色増えてますね。あ、素晴らしい。うーん、イヤホンでやりたい当日はちゃんとニコ生はちゃんと機材用意してきますので、できたら、うん、今回紹介したのはこちらのカーネーション、カーネーション1曲でございますけれども、木曜日、3月3日木曜日8時からのニコ生は、うん、こちら何時間番組、2時間番組、1時間半ぐらいですかね。1時間半ぐらい、多分全部弾きます。おお、どうぞ、リリース前の大注目アプリでございます。皆様どうぞご覧くださいませ。ぜひお願いします。概要欄にあのニコ生のリンク入れておきます、はい、お待ちしております。さよなら。